別に俺この銃殺すための銃じゃないから。じゃあなんで持ってるんですか今。いや本当だよ。出ちゃったあ、こういう銃。釈迦さん首取れるって実験していいですか。任せて。え、実験って何ですか。違う、俺じゃない。それ俺じゃない。それ俺じゃない。何ですか。実験されてる。間違いなく実験されてる今。外れば、こっか。メイウェザーがいる。え、すごい。メイウェザーだ。これ誰の、あ、メスさんだ。赤クレートに釣られてきてない。メイウェザー赤クレート持ちですか、これ。これは一応そうっすね。まあでもチャンピオンも赤欲しがってたな。まあいや大丈夫です。すいません、嘘です。じゃあ別のクレート行ってきます。え、てか赤クレートって何レベルから開けれるんすか。はい、気づいた頃にはちょっと開けれるようになってたんで分かんないです。了解です。もしかしたらうちら開けれない可能性もあるんで。あ、そうなんだ。まあ、確かに。ちょっと待って、ミスった。何あれ、欲しいんだけど。メイウェザー。え、これなんすかこれ。メイウェザーです。え、メイウェザーなんだこれ、そのもの。なんだっけ、メイウンタラみたいな。メイウィング。メイウィングだ。どこにいるんすかこれ。それはね、まあちょっと探してもらって。一回見てみる。あ、はい、あ、開けれました。ドロボー。あ、ナイス。ドロボーマン。ドロボーマン。え、そう。ドロボーマンで。さよなら。はーい。そうだからね、基本ね、無抵抗は正解だね。そもそももう人がいない時に恐竜殴られたら絶対死んじゃうから、無抵抗にしとかないとこうやって連れ去られる。はい、このちっちゃいお家いじめないでくださいよ。いや、なんか開けっぱなしだったから入っていいのかなと思って。ダメですよ、ダメですよ。そうかそうか。スタさんとケンキさんと誰？ミッチーさんとかですよ。え、何もしてないのになんか俺今脅された？いやいやいや、僕のチームを紹介しただけですよ。あ、そこそこ、イカれたメンバーをね。別に俺この銃、殺すための銃じゃないから。じゃあなんで持ってるんですか今。いや、本当だよ。出ちゃったあ、こういう銃。いや、こういう銃だから。超えたな。いいんですね。いやでもほら、殺してない、殺してない。いいんですねって言っても。いいんですね。そういう感じなんですね、釈迦さんは。わかりました。早く起こしてくださいよ。え、これね、気絶死が勝手に減るまで起きれない。僕じゃあこのまんまってことですか？あれ。トロナちゃん！今って人の運を食わせられないんだ。ちょ、ケンキさん。どこがですか？ちょ、ケンキさんに報告してきてくださいよ。ケンキさんに報告しに来たんですか。銃持ってるよね。はい、これもう一線超えてきました、釈迦さんが。いや、嘘、あかりん、じゃあプレゼントあげるから許してよ。今インベントリに入れたブーメランとグレネード2個あげる。これで許して。それだけ。ちょっと今これしか持ってなくて、アラブラツボンもあげる。水筒の許すかは分かんないです。水筒の設計図許すかは分かんない。一旦これ持ち帰ります。ミッチーさんとケンキさんたちに報告させていただきます。上の人間に相談して上の人間に相談して。スタさんとケンキさんか。なんか強気だな、あかりん。いやいやいや、こんな家で今あかりんがログインしてるから全部恐竜殺せんだよ俺。殺そうと思ったらその言葉も報告しますよ。しかも今一匹一匹殴って確かめてたけど全員無抵抗だったの知ってるからね俺。やめてください、本当に僕何のルールもわかんないんですから。そっかそっか、オッケー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 、ごめん失礼しました。釈迦さん、はいはいはい、覚えといてくださいね。何を覚えといてください。何を。今自分がした愚行、自分がした愚行。釈迦さん
ってないよね。自分の後ろに帰ってくださいよ。自分の後ろに帰ってください。さよならさよなら。はい、はい。すげえ強気だったなぁ。多分、スタさんと、ミチさんつったっけ、あ、違う違う、ケンキさんか。報告しますよって言ってたから、多分、遅れて入ってきた分、いろいろ教えてもらってるから、その二人のこと無敵だと思ってんだろうな。俺、昨日より移動の仕方上手くなったからね。無限に飛べるんだよ。なんかすげえ、発電機の電源落ちてるやん。冷蔵庫意味ねえが。もうちょっと安定供給できるようになってからだな。ちょっと整理するのめんどくさいから、これ、クラッチ君のアイテムの中に全部ぶち込んで、ログインした時に整理してもらおう。やべえことになってる、インベントリーの中。かわいそう、マジで。彼もまた入れ物のうちの一人。この速度ありゃいける。一個ならいける。このマップのワイバーンの殺し方知らないんだよな。溶岩に突っ込ませれる位置あんのかな。びっくりした。殺せそうな位置がない、ワイバーン。あ、嘘だろ。危ない危ない危ない。スタミナなくなる。え？おい！なんでそれ！うざすぎー！あ、俺の卵泥棒が。あ、しかも150じゃん。捕まえようぜ。捕まえようぜってか、卵取ろうぜ。あ、でも、もういないんだった。忘れてた。でも150いたらいいね。あー、つかみんなの分のメイウェザー捕まえに行くか。とりあえず85捕まえてみるか。ハープーンの死者でもある。すげえ。いや、フェニックスはいないんじゃないかな、悪説者。ハープーン解除されたから、なんか挙動が。授乳効果？そうか、こいつ子育てしてくれるみたいな話だったな。そう、乳首がね、背中についてんだよ、こいつ。多分これで乳あげんじゃん。俺、これ背中に乳首がついてたら、ガハハーとか言ってたから、これ本当に乳首なんだな。乳が背中って名前つけて、ケンキさんにあげようぜ、この恐竜。お、これうまくいくパターン。よし。だんだん挙動が分かってきた。うまくいくパターンとそうじゃないパターン分かってきた。またニューパルサーいるやん。キングパルサーじゃねえのかよ。あ。あ、おずです。おずです。これ、モンキーあげようか、いる？誰でもいいんだけど。うわ、これデフォの名前だから、好きに名前つけていいよ。マジっすか？うわっつ、うん、人も捕まえれんのかな。一番最初に見つけた人で実験しよう。下が70？ 上が50？、うん、ちょっと実験していいですか？任せて。え、実験じゃないですか？違う、俺じゃない、それ、それ俺じゃない、それ俺じゃない。何ですか？実験されてる。間違いなく実験されてる、今。あ、じゃあ、何が起きてる、何が起きてる、な、何の実験ですか。あ、ちょ、一旦逃げます。乗り物乗ってる人はダメだ。乗り物乗ってる人はちょっと事故が起こるかもしれないから、乗り物に乗ってない第一発見者にしよう。まあ、ある、原油もある。パワー5000円15。パワーはある。繊維も麻雀の役だ。今どっちの声かしら。あ、ちょっと師匠、これ実験してもいいですか。実験、いいっすよ。うわっ、やべ、邪魔だ。大丈夫、大丈夫やから。あー、よかったよかったよかった、びっくりした。え、何もなりませんでした。すみません、うちなんかちょっとなんか閉じ込められた以降全く動けないんですけど、どうしたいんですかこれ。あ、動けないんだ。動けないです今。ありがとうございます、実験成功です。あ、そういえばそう、大三元上がったあれあげます。お土産。何、土産。ああ、ご祝儀。なんだご祝儀。はい、中途半端な数ですが、大体困らんでしょうということで、どうぞ。わ、また麻酔薬だ。うわ、すげえすげえ、なにこれ。え、280個。大三元で300個ということで。うわ、ありがとうございます。うわ、嬉しい。いや、マジでいいんすか。はい、お願いします。お願いします。すげえ、うわ、マジで嬉しい、ありがとう。なんか聞こえたな。お、
下にダメージ通るんだけど。やべ、頭壊れた。頭装備壊れた。下には通るんだ。いいこと知ったな。ってことは、落ちるときは一応裸になっといた方が良さそうだな。ケンキさんどこに住んでんだろう。父が背中作ってあげたいな。捕まえに行くか、父が背中。なんかさっき15レベルぐらいのやついたよな。そいつでいいや。あ、45レベル、あれでいいやろ。俺、ケンキさんのところにプレゼントしに行こう。袋欲しいな。全部の恐竜に嫁の名前つけて、他人に殺されづらいようにしとこうかな。すげえ罪悪感生まれると思う。殺されたら悲しいし、愛着が湧いてちょうどいい。全部本田翼って名前にしようかな。それか。ビビるだろうな、殺した人。あっ!やばい、やっちゃった!本物がいるからこそ聞く技。アタックチャンス。もうドイツが何レベルなんだよ。もうやだこのゲーム。マンスがお前何レベルだよ。こいつじゃねえ。黒目のやつか。130。お、来た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 。お、来たー。早く寝てくれ。やばい、ラグ。ラグってる。リロードできない。早くリロードしろ。違うだろう。リロードしろ。ネクスト。何 ?1 って出たじゃないですか。1って出てるじゃないですか。な、位置ずれが。な、本当の体の位置はもっと前にあると見た。ここ。な、静止した?ここ。あー、なんで当たってねえんだ、今のが。普通に歩いてきてるんだけど、もうこいつ鳥としての自覚なさすぎだろ。今だ!よし。いや、凄すぎだろ、こいつ。オッケー、はいや、しゃー、防御が高い方がいい。なんか下で恐竜、あ、違う、あれモンキーか。なんか味方の恐竜がしばかれてね。あー、モンキーだ。ディープインパクトだ。結構まずそうだぞあれ。助けてくるか。まずい、魚助けて。死ぬ、おもんが死ぬ。飛んで逃げろ、飛んで逃げろ。スタミナ、スタミナ。やばい。ここ飛んできた。多分逃げた。あいついつ見てもなんか、いつ見ても料理を作り出してる。元取った。もうあいつにこの恐竜をあげた。元取った。結構持ってきた？モンキー黒曜石。いや。え？黒曜石に行こうと火山の方向かってる時に馬見つけて馬テイムしようとして馬掴んで持ってきたんだよ。それで、そうそうそう、リスポーンで麻酔銃撃ってる時に馬が崖から落ちて、それでおもんが乗ってテイムしに行こうとしてる時に岩に挟まって死にかけた。馬死んで何もない。本当だ、やるね。それで多分結構無茶だけど。ちょ、キョウちゃん、自分の体のサイズ考えて。いや、ちょうどいいだろ、お前。確かに、ちょうど2人分か。ちょうど2人分じゃねえぞ、足して割っても100キロ超えてるぞ。釈迦の家だっていうのもバレてるから、みんなね、俺今日1日やってたけど、うん、観光名所になったけど。定期的に人来る。なんか、ある辺でパーって飲んで、ここがあの伝説の釈迦さんのお家ですって言って、なんかふーっと届く。ふーっと届く。バレてるよ。あ、じゃあまあ防衛はしてきたいな。あんまり攻めすぎみたいなのは良くないと思うの。あの、やりたい放題やりまくるみたいな。けど多分防衛に力割く分は全然問題ないと思う。でもあんまり広範囲広いすぎたら多分苦情来る。その辺は日数見ながら徐々に広げていこう。まあでも一応今日は
うん、カナエ君とヘンリーをテームしたからな。カナエ君とヘンリーをテームした。そう、カナエ君の家の前に150のティラノがあって、カナエ君の家の前に罠があったからそれで捕獲してた。おう、目の前に裸のテラにまたカナエ君が来て、おう、あ、罠使わせてもらってますって言って、あ、いいですよ、どうぞどうぞって言われたから、まあ、無事捕獲したの。おう、おう、で、まあ、なんかせっかくだからね、お礼したいねって言って、そのカナエ君の家の裏の家に156のテックティラノがいたから、お、まあ、引っ張ってあげて罠に入れて、お、あ、よかったらどうぞって言ったら、ありがとうございますめっちゃ喜んだ。お、そんな喜ぶかなって思ったら、お、なんかどうやら150のティラノはカナエ君が捕まえようとしたらしくてティラノに殺されて戻ってきたら、その自分が作った罠に俺が使って、そのティラノをしかも捕まえられてたっていう。ああ、カナエ君からしたら死んじゃって戻ってきたら自分が捕まえようと思って作った罠を他人が使い、しかも捕まえようと思って氷も捕まえられてた。ああ、だけどそれより強いテックティラノをもらったからありがとうって言って。ああ、なるほど、よ、まあ、よかった。戻ってきた時にヘンリーが俺らのこの拠点の前でアルゲに乗りながら145のアルゲを引っ張ってたんだ。おう、欲しいんだろうなと思ったら、キョウちゃん、ここに145のアルゲいるよって、なんか自分はさもいらないですおう、感じで言ってるから、欲しいのって聞いたら、うん、で目の前でバナ使って捕まえて投げて、おう、ありがとうって言ったから、なんかヘンリーとこの人はまあ手にして。ああ、そういうことか、心をキャッチしちゃったことね。カナエ君に関しては俺のこと兄貴いいね、いいね、友好関係が広がってるね。あ、それで言ったら、あのメーカーさんってわかる？ああ、わかるわかる。あ、メーカーさんはね、なんか俺が家に行くたびに麻酔薬くれるよ、200個とか。おお、なるほどね。俺は友好的に、俺今テームされてる。ああ、テームされてる、されてる側や。